나카라미 치코 교수님 그리고 정진성 교수님께 저는 먼저 감사드리고 싶습니다. 네, 私自身日本におりまして、慰安婦問題が韓国で起こったことに大変な衝撃を受けました。私はそれまでこういう問題が 存在するということすら知りませんでした。で、私自身は東南アジア史をやっておりますので、女性問題とかそういうことをしておりませんでしたので、日本国家が女性たち、つまり韓国、朝鮮および東南アジア一帯、日本の占領地区の女性たちに これほどひどいことをしていたのかということを初めて学びました。その意味では朝鮮韓国の女性たちが名乗り出るということと、それをサポートした女性たちがいたということがきっかけで、その女性たちには私は心から感謝をしております。 저는 여성사회학자로서 역사, 식민지시기를 공부한 역사사회학자로서 1980년대 말에 이 문제를 접하게 됐습니다. 1990년 11월에 이제 정대협이 만들어지기 전에 정신대 연구소가 먼저 만들어졌는데, 그때 윤정호 선생님이 정대협 대표로 가시면서 제가 이제 연구소를 맡고 증언 작업을 시작했습니다. 98년에 이제 그 케이 맥두갈 보고서가 나오고, 아까 말씀드린 대로 그 다음에 이걸 어떻게 하냐 할 때 그 바우넷 재팬 쪽에서 우리가 이 법정을 만들자, 이게 이제 민간 법정이죠. 유엔에서 아무리 보고서가 나와도 뭐 일본을 어떻게 뭐 강제를 할 수 있는 그게 없으니까, 그러니까 유엔에서 지금 보고서 나오지만 안 되고 이럴 때 우리가 좀 하자. 마침 우리 92년부터 아시아 피해국 플러스 일본까지 해가지고 아시아 연대회의라는 걸 매년 열다 우리가 힘을 합쳐서 2000년 민간 법정을 만들자. 여러 가지 문제가 있었습니다. 한국에서 해야 되는 거 아니냐, 우리가 최대 피해국 아니냐. 그랬더니 우리가 이제 넘어간 게, 아 이거는 도쿄법, 미완성의 도쿄 법정을 완성하는 거다. 도쿄로 갔죠. 또 뭐 천황을 그 단죄하느냐 마느냐 그런 문제, 언어는 어떻게 하느냐, 뭐 등등 여러 가지 그 어려운 일을 겪으면서 우리가 이제 2000년 법정을 만들었죠. 윤정옥 선생님하고 그 이효재 선생님이 이제 저를 부르셨어요. 그래서 3자가 앉았는데요. 저는 하늘 같은 선생님들이 저를 부르셔서 덜덜 떨었는데, 그게 그 제가 이 위안부 문제에 들어온 계기가 되었습니다. 그때 두 분이 저를 부르셔서 이제 그 연구, 윤정호 선생님이 하시던 연구를 저보고 이제 맡아서 좀 이끌어 달라. 우리는 정신대 문제 대책 협의회라는 좀 더 큰 단체를 만들어서 운동을 이끌겠다. 그렇게 하신 기억이 납니다. 예, 윤정호 선생의 것을 한마디 말씀드리면, 松井さんとの共通点は
決断が早いということですね。で常に即決断する、躊躇しない。でユン先生は私が後に12年ぐらい前になりますが、宮古島に慰安婦の日を建てるということを相談に行った時、相談も何もない、建てましょう、もう2ヶ月ぐらいするとね、建ちましたかなとおっしゃる電話がかかってくるんですね、私はまだお金集めてる途中でございますなんて。で松井さんもこの慰安婦問題が起きた時、日本では起きてすぐですね、はっきりと日本政府は1990年のあれは6月ですが、参議院予算委員会で慰安婦たちは業者が連れ歩いたものだ、政府とか国家は関係がないというようにしてバッサリと切ったわけですね。でそれから実際には運動が始まるわけで、で松井さんは終始一貫してこの運動を支えてきました。そして裁くということも松井さんが主張したことでした。日本のフェミニストは私たちが裁くと言った時に一歩引くわけですね。人間が人を裁けるかと、しきりに哲学的なことを言いましてですね、逃げたわけですね。で私たちは松井さんがこれはアジアの女性たちに対する日本国家が犯した犯罪であると、だから裁こうと、でこの一言で私たちはバーネットジャパンという組織を作りました。2000年にしたのはですね、これは20世紀の最後の年、最後の月の12月にやろう、そしてこれは今世紀で終わらせよう、で次の世紀にはこんなことを続けていられないと、こんなことがないようにしようと、そういう新しい世紀を作ろうということで2000年の12月に法廷を開いたんですね。で私はその頃職業としては大学の教員をしていましたけれども、私は一貫してこの問題に関してはアクティビストだと自分を思っております。アクティビストとして行動をしたと思っています。ですから研究も運動のための研究であって、それによって研究者として業績を上げるとか本を書くとか、そういうことは一切意識的に排除してきました。でそんなことで私はユン・ジョンフ先生と松井弥生さんにこう導かれるように、あるいは叱咤激励されるようにしてこの運動を始めたわけです。私は今もバーネットジャパンの共同代表をやっておりますが、バーネットジャパンはVIOLENCE AGAINST WOMEN IN WAR というね、戦時女性に対する暴力反対の女性の運動体です。でこれは2000年の法廷を組織するために、私たちは私と松井さんとで組織がないとできないからということで、このバーネットを立ち上げたんですね。そのバーネットが大変な努力をして2000年の法廷を立ち上げたわけですけれども、2000年の法廷はやはり日本ではさっき申し上げましたように、裁くということに対してね、非常な拒否感があったと思います。日本人自身がいわゆる民衆法廷というようなことに全く慣れてなかった、知識もなかった。で確かに第二次世界大戦後民衆法廷と呼ばれるものはラッセル法廷ですね。でラッセル法廷はアメリカのベトナム戦争における戦争犯罪を裁いたわけですけれども、ラッセル法廷を組織したのはイギリスのラッセル卿、サルトル、ボーヴォワール、そういうヨーロッパの著名人が組織したものでした。ですから
一般の民衆が組織したもの、ことに女性だけで組織したものとしては、この第二次世界大戦後おそらくこの女性戦犯法廷が初めてだったと思います。で、私はこの2000年の法廷を組織したことは本当に良かったと思うし、ただ打ち明けて話すとものすごく大変でした。で、これはいろいろなね、国によって意見も違うし、運動の経験も違うし、パッと話が通じるところもあるし通じないところもあるし、で最初決めたことは韓国、フィリピン、日本で日本のお金にして1000万円ずつ集めてくる、でそれでカバーする。でところが実際に結局5日間、まあ4日間の法廷ですが5日間かかりまして、その5日間の法廷に出席した方たちが聴衆が大体毎回1000人、そして私たちは64人の証言者を集めた。で大体ですが、私は会計ではないので明確には分かりませんが1億円ぐらいかかったんですね。でそれで韓国から1000万円、フィリピンから1000万円で、私たちは8000万円が残ってしまいまして、でこれは払わざるを得ない。でこれには私は本当にすごい心配になりまして、大学を退職するとき退職金を全部吐き出すかななんていろいろ考えたんですけれども、結局ですねその頃私は必死になって会う人ごとにですね何にも言わないで2000円くれって言いましてお金を集めまして、まあ、なんとかまあ辻褄があったんですね。老人ホームで暮らしていらっしゃる女性が1000万円の寄付をしてくださったんですね。でどういう方がお出しになったのかと思ったら、その方は老人ホームに住んでる女性でした。歌を、まあ歌っていうか、日本には和歌という何て言うんですかね、和歌って分かりますかね、短い詩を読む習慣があるんですが、そういう詩をお読みになっている方で、ものすごい反天皇制の女性でした。ですから遠く関西に住んでいらっしゃる方がある日この話を聞いて、なんか女性たちが天皇裕仁を裁くそうよということを聞いて、ものすごいショックを受けて、ものすごく嬉しくって1000万円寄付しちゃったんですね。でそういう女性がいて、私たちも裁判が終わってからお目にかかりに行ったりしておりますが、さまざまな方にサポートされてこの法廷が成り立ったと思っております。UN의 인권을이렇게제기하는데는크게두파트로나눠져있어요. 하나는헌장기구라고해서지금 UN 인권이사회중심으로돌아가는거죠. 그리고 또 하나는 이게 이제 그 UN 의 헌장이라는 게 법으로 얘기하면 헌법 같은 것이고요. 그걸 모니터하는 위원회를 가지고 있는 조약이 10개입니다. 그 중에 이제제가지금일하고있는데가인종차별철폐위원회입니다그1990년에이제정대협이만들어질정도로벌써이문제에우리윤곽을거의잡았을때에일본정부가지금말씀하신대로이제완전히그부인을처음엔했죠이제 UN 인권기구를좀활용해보자이렇게하고저희가간게1992년8월인권소위원회입니다게이맥두갈이라고하는위원이저희이문제를보고서를맡아서98년에이제게이맥두갈보고서가나온거죠그리고중요한거는92년에우리가이문제를가져갔을때일본의도츠카에츠로라는변호사도또왔습니다그러니까한국하고일본이 ILO 도갔더니우리가2005년에이문제를그컨벤션29강제노동조약위반문제로가져갔더니거기도또무슨오사카무슨그
영어교사뭐회의인가뭐그런데서왔더라고요근데이렇게한국과하고일본이만나면서이제계속나갔는데자건92년에우리가일본군위안부라문제를가지고갔는데그인권소위원회에서이거를전시하여성폭력문제로개념화를했습니다그게이제그우리위안부문제가세계사회전시하여성문제를개념화한엄청난기여죠그거를지금우리가아직도기여한바를주장을못하고있는데이거우리남은과제중에하나입니다今チョン・ジンソン先生がおっしゃったような韓国の女性たちは国連に進出してですね大活躍をしていらっしゃるで 私自身はそういう活躍はできませんでしたけれどもその活躍のおかげさまと申しますか1996年にはクマラスワミ報告が出ますよねそして、98年にはマクドナル報告が出るこの2つの報告書はこれはその素晴らしいもので私たちはこれを両方使いまして随分日本の女性たちを啓蒙する努力をしてきたわけです今ご質問直接のご質問ですけれども私たちが日本で開きました会議は1997年にね戦争と武力紛争下の女性の暴力とそういう国際会議を開きましたでそこはその女性戦時女性に対する性暴力というものがいかに世界的な規模で起こっているかということを本当に学んだわけですけれども今まで私たちは日本と韓国朝鮮という問題で見ていたわけですけれどもその時に出席して証言をされた旧ユーゴスラビアルワンダ東ティモールビルマアフガニスタンフィリピン韓国ももちろんいらしていますそういう世界中から来た女性たちが女性に対する戦時性暴力の証言をなさったわけですねでこれはその一気にこの問題が日韓の問題ではなくて世界の女性の問題であるという認識が非常に広まりましたで今先生がご指摘くださったようにオーストラリアの国際法学者のウスティナ・ドルモポルさんがいらして行った講演は非常に日本人に感銘を受けました与えましたそして私自身彼女の講演の中で一番印象に深く残ったのは日本は敗戦後裁かれましたそれがいわゆる東京裁判というですね極東軍事裁判という裁判で日本の戦争犯罪というものが裁かれたのですがその中に非常に重要なことが2点欠落しているそれが女性への暴力ですね慰安婦問題は資料もあり証拠もあり証人もいるそういう準備をしたにもかかわらず一切裁かれなかったでそれからもう一つは天皇の問題ですね天皇の戦争犯罪つまり戦前の日本は天皇が唯一の統治者でありました全ての戦争を例えば決める陸海軍の元帥は天皇でしたその天皇が戦争が終わった時に全く戦争責任を問われなかったというのが日本の近代史なんですね강제노동했다는거예요강제노동조약이라는건강제노동을하지마라그런데이위안부강제징용노동자이런것들은전부강제노동조약을위반한거죠강제를했다는거죠그거를2005년부터우리가이제위안부문제까지올려놨죠
그 ILO는 다 아시다시피 노사정 3자 회의 협의체입니다. 네, 우리는 정대협이 한 번은 한국노총, 한 번은 민주노총 이렇게 붙어가면서 두 노총이 좀 신경이 예민해지지 않게 그렇게 해가지고 가서 이 문제를 제기했죠. ILO는 이제 총회 내에 기준적용위원회라는 게 있고 그거를 미리 검토하는 기준 적용 전문가 위원회라는 게 있어요. 나라당 한 건을 되게 다루는데 이게 자료 보내고 검토하고 그러는데 이제 보통 2년이 사이클인데 한국 이 위안부 문제가 거의 매해 나올 정도로 일본 그 노동 문제를 다룰 때 가장 중요한 것으로 다루어졌습니다. 처음은 그 90년, 92년에 아까 말씀드린 대로 인권 소위에 가져갔고 인권위원회에서도 가져갔고 보고서가 96년, 98년 중요 보고서가 나왔고 우리는 이제 할 거 다 하지 않았냐. 원래는 ICTU 뉴스타게 그러니까 포머 유고슬라비아 법정 같이 이 법정을 좀 세울 수 있지 않을까 뭐 이런 희망도 있고 그랬는데 아 뭐 유엔 가 보니까 뭐 벽이라는 게 굉장히 많고 그렇게 만만치 않더라고요. 그래서 이런 보고서가 나온 것만 해도 엄청난 거죠. 그런 국제법적 논의의 축적이 있었기 때문에 이제 2000년 법정도 가능하고 이렇게 된 거죠. 그런데 그 다음에 그 2000년, 1999년, 98년에 게이 맥두갈 보고서가 나오고 99년에 조시현 변호사하고 막 돌아다니면서 이 일을 어떡하나 그러고 하다가 아, OHCHR 있잖아요. 인권 최고 대표실에서 연례 보고서를 내도록 하자는 어드바이스를 들었어요. 그래가지고 그거를 그 인권소위의 결의를 올려가지고 채택을 했죠. 그러니까 유엔의 결의나 연구는 굉장히 도덕적 압력이라고 한다면 미국이 개입을 하니까 이게 이제 정치적 압력이 된 것입니다. 그래서 2000년대 후반에는 차원이 달라지죠. 헌재 그 판결이 나오고 나서 그 다음에 정대협에는 처음으로 윤미향이라는 그 상임 대표가 근무를 하면서 정대협 운동이 무지하게 달라져가지고 2000년대 후반이 되면 거의 모든 조약기구 인권이사회의 결의안 다시 올라오고 2000年法廷は重要なことが達成された法廷でもありますけれども あの法廷で私たちが裁ききれなかったことがあります。で、それの大きな一つの問題は植民地支配ということです。で、植民地支配がいかに重要な問題か、日本の近代史において重要な問題かということは、これは残念ながら日本の社会でも植民地という言葉すら何ですかっていう大学生が私は会って私 2年ぐらい前に会ってねものすごくショックを受けましたけれども日本の戦後の教育の中で日本が植民地支配をしたということすら教えられていないんですね。この法廷でも植民地支配ということについての裁きを私たちはしなかった。でもちろん植民地支配下にあった女性たちであるがために慰安婦にされた、そういうことは裁きましたけれども植民地支配それ自体は裁かなかった。でこれが最大の欠点ですね。でそれは今でも私は残念に思っております。で今私は数年前から希望の種という運動の立ち上げに関わったことがあります。でそれは日本の若い学生たちを韓国の若い学生たちに合わせるというプロジェクトです。でもうすでに昨年ですか学生早稲田の学生を韓国に送っております。でやっぱり若い人たちは若い人たちに会ってその人たちからね聞くのが一番なんですね。年取った人がいくらお前こうだったぞなんて言われてもね信じないんですね。
だからそういう意味で希望の種プロジェクトって非常にいいプロジェクトだと思いますけれども、若い人を若い人に合わせる、でそういうその実体験から植民地支配ということを学ばせるという、まあ、そういうプロジェクトが私もこれからもうまく続いていくといいと思います。日本は本当に植民地支配に関しては学校で教育されていません。ですからこれは私たち、まあ、歴史研究者の本当に大きな何か欠落だと思っておりますけれども、まあ、私も実際に大学を退職しましたけれども、まあ、さまざまな運動の中で植民地支配のことをこれからも言い続ける嫌がっても言い続けるというね、そういうことを続けていきたいと思っております。네감사합니다이제마칠시간이되는데요저희는이2000년법정내년도에크게준비를할겁니다그래서이올금년도가이제마중물격으로어떤분을모실까했더니바로이제두분이답이나온거예요나카라교수님또정진석교수님그래서위안부문제에헌신하신분이바로이제두분이거명이됐고그두분을또모셔보니까마스이야요리선생님또윤정욱교수님얘기가나오거든요그래서그런것같습니다우리가이모를것같지만세상은진실과정의인권을향해노력하실분들의어떤자취를다기억한다는거죠그래서그렇게두분의활동이다시한번감사드리고요